高知県高知市朝日町三丁目にあると佐で交通野線の路面電車停留場。当停留場は1906年、野線の乗りで鏡川橋間の開通に合わせて開業した。開業時の停留場名は下島停留場で、朝日町三丁目に改称したのは1938年。1943年に停留場は一度休止されるが、後に復活した。 朝日町三丁目停留場は、稲線の平用軌道区間にあり、道路上にホームが設けられている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、配されている。ただし互いのホームは、東西方向にずれて一致しており、東に稲方面行き、西に針間や橋方面行きのホームがある。ABCDEF と左電鉄の電車と街を愛する会。 土佐電鉄が走る街混雑、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、98.156から158ページ。ISBN4 から533064116。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年。 43.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ありがとうございます。